どうも、星です。今回はですね、私がうつ病でね、処方されている薬について紹介しようかなというふうに思います。見えますかね、レクサプロっていうね、薬になりますね。これの 10mg を夜に1錠だけ飲むっていう処方になってます。で、このレクサプロっていう薬はですね、SSRI って言われるもので、選択的再取り込み薬阻害なんとか、まあ、これは別に覚えなくていいと思うんですけど、まあ、抗うつ薬ですね。比較的こう新しいタイプの抗うつ薬で、ちょっと薬価が高くて、この 10mg、 この 10mg1 錠が 202.3 円らしいですね。これ結構高いと思いますよ。で、このレクサプロっていう薬ですね、もちろんその飲む人によってね、個人差とかあると思うんですけど、私はすごく助かってますね。すごく助かってます。これがないとね、もう、まあ、ダメだなとは言わないですけど、やっぱり良かったなというふうに思いますね。レクサプロの、まあ、副作用とかねについてもちょっと触れておこうかなと思うんですけど、まあ、副作用についてはですね、まあ、他の抗うつ薬とかも大体一緒だと思います。大体一緒で、まあ、よく眠くなるとかですね、口が乾くとか、まあ、無力感に苛まれるとかね、まあ、体重が増えるとか、まあ、逆に減るとか、いわゆるその、まあ、よくある副作用かなというふうに思います。で、なんか薬のね、薬の説明のページ見ながら言ってるんですけど、ここにはね書かれてないんですけど、私が経験したこのレクサプロで、まあ、一番重大というか重たい副作用はですね、性欲の減退ですね。性欲の減退、まあこれについてはね、別にいいんですよ。私その今独身だし、一応お付き合いさせていただいてる人いるんですけど、まあ別にいいんですよね。その方もですね、あんまりその、まあ、夜の営みという表現をしていいのか分かんないですけど、夜の営みについてはそんなにこう、なんていうのかな、求めてくるタイプの方ではないですし、ないならないで別に OK みたいな感じの方なので、非常に助かってますね。やっぱりその性欲の減退についてはですね、まあ、お付き合いしているパートナーの方とかが、まあ、そういう例えばその夜の営みとかもすごく大事にされている方であれば、やっぱりその薬によってね、性欲が減退している状態なので、まあ、そういった行為を求められたとしても、まあ、ちょっとごめんなさいってなっちゃうんですよね。そういう気持ちが起こらないって、それは薬の副作用であって、その人に対して魅力を感じてないとか、そういう気持ちにならないとか、そういう話ではないんですよね。まあ、ここら辺ちょっと理解してもらうのは難しいかなと思うんですけど、まあ、ただ本当に性欲の減退っていうのはね、一つ大きくありました。で、まあもちろん今もね、まあ、昔に比べたら全然いいんですけど、今もあるかなと思ってます。で、抗うつ薬の副作用っていうのはですね、まあ本当に人それぞれだし、詳しくはそれぞれのね、皆さんの主治医の方に聞いていただくのが一番いいんですけど、一応基本的に言われてるのはですね、まあ、大体 2,3 週間ぐらい経つと、その副作用というのが徐々にこう減ってくるっていうふうには言われています。で、私の経験上はですね、まあ、確かにその通りだなと思いますね。まあ、口の渇きとか、なんかちょっと体のだるさみたいなのっていうのは、大体1週間ぐらいで私の場合は消えましたね。で、それ以上にやっぱりそのこの抗うつ薬のおかげで、こううつ病のこう一番辛い時期、もうずっと下の方をこう停滞してどんどん下がっていくんじゃないかみたいなところを、まあ、こう支えてくれつつ、ちょっとこう上がってきた。でもね、このパーンとは回復しないですよ。パーンとは回復してないですけど、まあ徐々にこう下支えしてくれてるっていう感じですかね。で、そっからこう例えば寛解までのスペースがこんぐらいあったとするじゃないですか。じゃあこの間っていうのは、例えばなんかこう認知行動療法っていうそのカウンセリングを受けるであるとか、あとその、まあ、働き方を変えるとか、まあ、生き方そのものを変えていく、考え方を変えていくっていう方向だったかなと思います。だからその薬だけでね、そのうつ病が全部バーンって治るわけでもないし、薬が意味ないとかそういう話じゃないです。薬は必要な人には必要なんですよ。その下支えしてくれるものなんでね。ただそのうつ病に限らずですけど、まあ全ての病気、まあ風邪はちょっと違うか、全ての病気についてはですね、大体その薬だけで全部完治するっていうのは基本的にはないと思います。まあ私の知ってる知識の範囲ではね、基本的にはないと思います。その薬だけを使って全てを治すみたいなっていうのは、医療っていうのは基本的に対症療法、本当は対症療法って言うんですけど、対症療法って言われるものなので、まあそのなんていうのかな、やっぱり結局のところこう生き方を変えるとか生活習慣を変えるっていうこともやって、自分の自己治癒力を高めていかないと、本当に、まあ、完治と言われる状態であるとか、その寛解って言われる症状が出ないところまで、回復することは難しいのかなと
というふうに思います。というわけで今回はですね、このレクサプロの、紹介というかね、私が処方されているレクサプロの紹介でした。